One step forward and another back. I will never try to fool ya. でもいいね。ウィーケンドマーケットに行きました。私前にね、ノックっていう友達と前に来たことがあって、すごい懐かしい思い出溢れてます今。ちなみに私が今してるピアスもその時に当時ここで買ったの。ここでなんかデザイナーさん の, あのピアスだったんですけど、こういうアイテムをもっと探していこうと思います。欲しい。いくらかな。すごいいっぱい買っちゃった。揃いでゲットしました。390バーツだから。ちょっと疲れたね。早く泳ぎたい。食べて。そうだね。今私たちすごい汗だくになってお腹も空いたので、ちょっとここで食べて、でホテルに戻ってプールに行こうかなと思います。サングラスの後ついちゃった。おいしそう。みんな持ったババヤジなんだな。もっと味やん。いただきます。閉じるなよ。閉じるなよ。なんだろうこれ。プールにやってきました。イエーイ。いっぱい撮るぞ。はい、あ、かっこいいね。
ちなわ。わかりにくい。わかりにくいよそれ。はい、今野外プールでちょっと泳いできて、で、まあ、軽くシャワーして念願のマッサージに今から行ってこようと思います。もう本当にここあのお家みたいにすごいあの居心地がよくって、本当にここに住みたいってすんちゃんと言ってます。それではマッサージもまあどうだったか、多分中ではね写真撮れないと思うけど、ゆっくり今日の夜はリラックスしてあのマッサージ楽しんでこようと思います。であのどうだったかは後々あのブログとして感想をお伝えしたいと思います。それでは行ってきます。バイバーイ。Shine, baby.